2024年、東京の空の下、国際航空宇宙展の会場が熱気に包まれています。世界中から目を引く最新鋭の航空機や宇宙技術が一堂に会し、来場者はその進化に目を奪われました。特に注目を集めたのは、川崎重工業が開発中の CSSM、これは単なるミサイルではなく、日本の島嶼防衛の未来を形作る可能性を秘めた革新的な武器システムです。この新対艦誘導弾は敵の迎撃射程外からの攻撃を可能にし、その射程は西日本から中国の内陸部をも射程圏内に収めるほど。この展示会で明らかにされたその全貌と2027年の発射テストに向けた期待が高まっているのをご存知でしょうか。初の開催から今年2024年で16回目を迎えた2024国際航空宇宙展が開催され、世界の23カ国に上る国そして地域からの参加で、合計679社の企業や関連団体が展示を行ったと伝えられている。第1回目は、航空自衛隊の入間基地を舞台に1966年に開催された本イベントも、今回で実に59年目を迎えることとなり、日本での航空関連、宇宙関連、防衛関連の展示会の中では、最大規模を誇るものと言ってよいだろう。ここに、三菱重工業者 IHI 社とともに、日本の三大重工業者の一角と並び称される川崎重工社も、参加と展示を行い、その中で同社が開発中である、島嶼防衛用新対艦誘導弾の発射テストを2027年度に実施予定だと明かした。川崎重工業者が開発中の島嶼防衛用新対艦誘導弾は、昨年2023年6月に、同年度から2027年度までの5年間で、総額およそ399億円の技術研究の契約が、防衛装備庁との間で交わされており、CSSM の呼称が用いられている。この川崎重工業者の島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM は、敵側の迎撃兵器の射程圏外から攻撃が可能なスタンドオフミサイルの一つに数えられ、中国に対抗し南西諸島を防衛するための貴重なピースの一辺とめされてきた。川崎重工業者の島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM は、機関部に同社が専用に開発した小燃費で、かつ小型のターボファンエンジンを搭載、本体に大型翼を備え、航空機のように飛翔するタイプの巡航ミサイルの一種である。その射程距離や大型翼を備える外観、そして総合的な性能の面から、川崎重工業者の島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM は、日本も調達を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルになぞらえ、和製トマホークとも呼ばれている。防衛省側からは、まず2017年度の事前の事業評価に、その要素技術の研究として、新対艦誘導弾という技術が登場。その翌年2018年度の防衛予算で、さらに、島嶼防衛用新対艦誘導弾の要素技術の研究という項目が対象と認められるに至った。この時には、2018年度から2022年度までの5年間の防衛予算において、島嶼防衛用新対艦誘導弾の要素技術の研究が予算化され、主として、中国が配備を進める各種のミサイルの長射程化に対抗するものと説明された。そのために、ここで訴状に挙げられた島嶼防衛用新対艦誘導弾は、本体のステルス性を強化することで迎撃される率を下げ、堅牢な機関部と大型翼を備えることで、その最大射程距離は、およそ 2000km 以上を目標とする亜音速ミサイルになると考えられた。ただし、2020年末に、時の菅政権によって、三菱重工業者が開発し、すでに陸上自衛隊に配備されている人認識地対艦誘導弾の能力向上型の開発を閣議にて決定したことから、翌2021年夏頃には、一部の日本のマスメディアは、島嶼防衛用新対艦誘導弾の開発の中止を報じた。この頃には、人認識地対艦誘導弾の能力向上型の早期の配備や、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達などを優先するのではないかとの推察から、こうした報道がなされたのではないかと考えられる。しかし、結果的に、
こうした報道内容は誤報であり、防衛省や防衛装備庁は、1認識地対艦誘導弾の能力向上型や、トマホーク巡航ミサイルの調達と並行して、川崎重工業者による島嶼防衛用新対艦誘導弾の開発も継続することを選択したと言えよう。川崎重工業者による島嶼防衛用新対艦誘導弾は、その名称である島嶼防衛用という括りを超えて、およそ 2500km ほどの最大射程距離を持つと推定されており、この性能であれば、西日本から中国の内陸部を射程圏内に収めることが可能となる。そして、今回の2024国際航空宇宙展において、川崎重工業者が開発を担う島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM は、2027年度を、目途に試作品を使用した発射テストを実施すると、同社から公表されたというわけである。こうした経緯を断つつ、川崎重工業者が開発を進めている島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM 機関部には、同社が自社にて開発中の小型のターボファンエンジンの KJ300 が搭載されることが予定されている。小型のターボファンエンジンの KJ300 は、二軸形式で用いられることを前提としたターボファンエンジンであり、推力が 365kg フォース、重量 kg、乾燥重量が 90kg、エンジン道が 350mm、全長が 950m の仕様となっている。このターボファンエンジンの KJ300 も、今回の2024国際航空宇宙展に展示が行われており、開発元の川崎重工業者としては、島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM 以外にも、有人機及び無人機の機関部としての使用も視野に入れているとされている。川崎重工業者としては、島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM には、この KJ300 を搭載し、最大 2500km に及ぶ射程距離、高度なステルス性能、亜音速ながら高機動力を発揮させ、迎撃される率を下げることを掲げている。また、川崎重工業者としては、この島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM は、地上車両から運用される地発型、艦艇に搭載する艦発型、航空機に搭載する空発型と発射可能なプラットフォームを多層化することも表明している。こうした発射可能なプラットフォームを、陸、海、空と多層化する方針は、三菱重工業者が開発中である1認識地対艦誘導弾の能力向上型でも標榜されており、兵器開発の総合的なコストの低減を図る点からも、マストな思考と言えそうだ。1認識地対艦誘導弾の能力向上型や、アメリカから調達することが確定しているトマホーク巡航ミサイルは、後者の場合は、最新端のブロック4と、一つ、前のブロック5に分かれるとはいえ、各々が対艦攻撃のみならず、対地攻撃も可能な仕様となっている。川崎重工業者の島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM も、その名称からは、対艦攻撃を主要な任務とする兵装であることは間違いないが、その長大なおよそ 2500km とも言われている最大射程距離を生かし、やはり、対地攻撃も念頭に置いていると考えられる。前述したように、川崎重工業者の島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM のこのおよそ 2500km とも言われている最大射程距離があれば、西日本からならば、中国の内陸部に確実に到達可能であり、そこにある航空基地やミサイル施設などを目標とすることも物理的には可能となる。2023年6月時点で防衛省が明かしている日本のスタンドオフミサイルの種類は、川崎重工業者の島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM を含めて大きく4つがあり、他の3つは全て三菱重工業者が研究及び開発を請け負っている。その一つ目は極超音速誘導弾であり、こちらは研究段階で2023年度から2031年度がその期間として設定されており、ひとまず2023年度から2026年度分までがおよそ584億円の予算を投じて研究を進めている状態である。この極超音速誘導弾は、
イメージ図によれば、陸上の車両に搭載された発射機から、海上の敵艦艇を攻撃する兵装と説明されており、将来的な追艦攻撃兵器として、トレンドである、極超音速化を志向するものだろう。二つ目は、島嶼防衛用高速滑空弾の能力向上型であり、こちらは、その開発を、2023年度から2030年度が期間として設定されており、まず、2023年度から2027年度分で、およそ2007億円の予算の投入が行われている。この島嶼防衛用高速滑空弾の能力向上型のイメージ図から見るに、任意の陸地の車両に搭載された発射機から、離島とおぼしき場所に上陸した敵の地上部隊を攻撃する用途の兵装であると考えてよいだろう。三つ目は目標観測弾であり、こちらは、2023年度から2026年度の4年間での開発が期間となっており、総額でおよそ221億円が予算化され、この期間での開発の完了が予定されている装備になる。この目標観測弾のイメージ図では、任意の離島とおぼしき場所から車両に搭載された発射機を使用して同兵器を発射。そこから得られた海上の敵艦艇の情報をもとに、別の陸上から対艦攻撃を行うことが想定されている。注目を集めた、川崎重工業による島嶼防衛用新対艦誘導弾 CSSM の発表でした。このミサイルは、敵の迎撃システムの射程外から、攻撃可能なスタンドオフミサイルとして設計されており、射程距離は、最大 2500km に達し、西日本から中国内陸部までカバーすることが可能です。CSSM は、小燃費で、高性能なターボファンエンジンを搭載し、そのステルス性能と飛翔能力により、和製トマホークとも称されています。このミサイルは、日本の防衛戦略において、重要な役割を果たすことが期待されており、2027年に予定されている発射テストに向けて、その技術的成熟と戦略的価値が注目されています。